ずいぶんと早いのだな。彼女とは大違いだ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。私、誰かと一緒に何かをやってみたかったんですよね。トレーニングか。準備万端、行ってきますね。この辺にはさ、何もないように見えて、実は空気があるわけさ。ありがとうございます。すっごく助かりました。さあ、これですね。石がもらえれば、あ、もらえますね。300いきますね。要するに10回無料ガチャの他に、もう一つ、おそらく、あとは、そうですね、このキララファンタジア期間限定ピックアップ召喚か、これはもうやったんで、クリスマスキャラクターピックアップ召喚第2弾がいけるわけです。じゃあキララ漫画版だからな、行ってみるか。玉気多いですね。なんか似たような、何回も吹くな、同じキャラ。あれ、こんなにキャラ少なかったっけっていう感じですが、来ないな星4。全然です。星音来た。ほい。お、星5来るよ。ひょっとするかもです。なに、誰？おー、キララだ。おー、やった、やりましたね。漫画版キララ来ました。これは嬉しい、素晴らしい。漫画版キララ、あのキララフェス2周年フェスで見た時は、うー、どうかな、いまいちかなと思ったんですけど、やっぱりゲームの絵の方がいいなと思ったんですが、この絵結構いいじゃないですか。ゆうこいいですね。またアズニャ。僧侶のキララです。よろしくお願いします。あ、私もクリエメイトの皆さんと一緒に戦えるんだ。でも私は召喚師で、召喚されるのも私？細かいことですね。とにかくやってみます。やりましたね。すごかったです。すごい、ありがたい。ありがとうございます。
2周年、2周年で紹介、あのフェスで紹介されたキャラが出るっていうのは嬉しいですね。おはようございます。いやキラーファンタジア期間限定ピックアップ紹介やった価値ありました。すごい嬉しい。で、毎日やってる明日までですね、今日12月16日ですから、1日1回無料10回召喚をやります。行ってみましょう。次回はだよ、いいメロディー降りてきたよっていいですね。あー、滝本ふみ、どうするかな、お、来る。さあどうだ、星4か、金色モザイク大宮優なのかな。なかなかその重ねて出るってことがないですよね。終わりかな、まだある。イサミよ、僧侶になってみたんだけど似合ってる？こう見えて私サポートの役目には慣れてるのよ。昔から忍びの面倒を見るのが趣味で、危険な目に遭わないように見守ってたことを思い出すわ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。今日も頑張りましょう。はい、というわけで、いや非常に出ましたよ、この漫画版キララ。ついに出ましたね。いや嬉しいです。なんて言ってお金かけずに出せたっていうのがなんともいいですよね。キララファンタジア始めましょう。ちょっとあの違いがあるかもしれないですが、通常タイトルコールとは。僧侶ですね、こちらは。デフォルメはあります。あーいいですね。進化後は気になりますが、とっておきゲージが少し上昇。あーそういう効果もあるんですよね。これは力強い味方になってくれるでしょう。キララと漫画版じゃないキララですね。援護しますね。皆さんと一緒なら大丈夫ですか？これはあとはお願いします。皆さんのおかげです。力になれなくてそんなに見られると緊張します。えい、皆さんよろしくお願いします。お願い、行きます。はい、というわけで、このキララファンタジアの主人公であるキララをゲットいたしました。いやこれからおプレイまた楽しみですね。2周年記念の10回無料ガチャも、いや明日が最終回ですので、明日もしっかりやってキララのキャラクターを増やしていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。この動画を気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。